ねえマリサ、もうおせち食べるの、飽きてきたんだけど。まあ、おせちもいいがカレーも食べたいな。昭和のコマーシャルかよ。そういえばカレーといえばインド原産の食べ物だが、そんなインドと日本には深い関わりがあるんだぜ。インドと？これは気になるわね。ということで今回はインド軍幹部人民解放軍と戦う準備はできている。異例の率直さで中国を語るをお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、インドが日本と共同戦線を張る可能性が出てきている。ふむふむ。また、中印国境を越える侵攻に戦力を厚く備えるだけでなく、G20 の議長国として、またグローバルサウスのリーダーとして、インドが C 国の覇権拡大を阻止すると表明しているんだ。2023年、インド軍幹部が3月27日、同軍は、これまで長く争いの種となってきた中印国境における、いかなる不測の事態にも準備を整えていると語ったな。これは、中印国境での C 国軍の戦力増強について概説した中での発言だった。C 国を牽制する気なの？あのインドが？ああ。インド陸軍のマノジパンデ参謀長は、C 国政府は年を追うごとにかなりの部隊増強をしており、実効支配線 LAC 沿いで飛行場や兵舎など軍事インフラの運用を続けていると述べているぜ。そして、C 国という全体主義国家は、多方面からの戦略を用いてアメリカを追い落とし、世界に、君臨する超大国になろうとしているとも述べているな。うん。アメリカも大概だけどね。そんなパンデの発言は、インドの高官からの言葉としてはこれまでで最も率直なものの一つであり、C 国政府を苛立たせる可能性が高いな。パンデは、数十年にわたって続いてきた中印国境の紛争の重要性について強調したわけだものね。そりゃ習近平も激おこですわ。だな。しかもインドは、北部国境沿いにおいて軍の配備を見直した、とパンデは述べていて、我々は、工事の準備体制を維持し、断固として力強くありながらも、慎重に注意深く C 国人民解放軍と向き合っている。それによって我々の主張の正しさを示すとも語っているぜ。ほう。インド、そしてパンダさんは C 国の実効支配を止める覚悟があるってわけか。パンデ、な。でもさ、ただの口だけおじさんかもしれないでしょ？そのパンダさん、誰が口だけおじさんだよ、しかもパンデだよ。なんでマリサがインド人になるんだよ。いいだろ別に、ナマステ、カリー、カリー。でさ、結局、パンデさんのインド太平洋における現状変更の試みはどんなものなの？まあ、パンデの発言は、ニューデリーのシンクタンク CCAS と、インド西部にある、サギットリバイ・フールプネー大学防衛戦略研究学部の主催で行われた C 国の台頭についての会議で行われたものだ。その基調講演でパンデは、国境管理に関する協定を、C 国は LAC をまたぐ不法侵入によって破り続けていると認定しているんだぜ。まあ、あくまでパンデさんの意見ですが、そしてインドと C 国は、両国の間の全長約3400キロに及ぶ、実効支配線の一部をめぐって、1962年に軍事衝突してもいるな。2020年6月には、国境東部にあるヒマラヤ山脈の峡谷で小競り合いが、発生し、半世紀近くなかった死者を出す衝突に発展しているぜ。インド軍では約20名、C 国軍では少なくとも4名の兵士が死亡したが、両国政府の協定に従い、戦闘は殴り合いや棍棒や投石によるもので、銃は用いられなかったがな。棍棒や投石ならいいのかドン引き。そして、公になっている中で最新の衝突は、2022年12月に発生しているぜ。めっちゃ最近やん。って言っても2年前か。インドの国境警備兵が、報じられるところによるとアメリカ情報機関の支援を得て、実効支配線の西端から侵入した C 国軍を撃退したらしいぜ。棍棒でね、C 国政府は経済を優先して国境に関する見解の相違については棚上げしたがっているが、これについてパンデは、二国間の関係は国境問題と、切り離して考えられるものではないと釘を刺しているな。おお、棍棒に投石、今度は釘か。釘は武器じゃないぞ。またパンデは、インド太平洋地域では、他にも至るところで、長く続いてきた現状を変更しようとする、類似の試みが行われていると主張。南シナ海への進出、台湾への圧力、実効支配線付近における好戦的な行動などから、C 国は、国際ルールではなく力こそ正義と解釈していることがますます明白になっている。C 化思想的な世界観により、C 国は文化、政治、経済面で世界の中心と見られるにふさわしい、と信じているとパンデは述べているな。うん。その通りだわ。C 国が世界ナンバーワンだなんて、ありえないんよ。さらに、異例の率直な言葉で、天然資源を武器として用いる戦略や、
知的財産を盗んできた過去の経歴など、C国の略奪的な経済構造にも触れているぜ。めっちゃ煽ってるわねパンダ。インドは今日、世界の舞台で一大勢力として台頭している。現在では、経済成長、技術進歩、他国との戦略的提携により、グローバルサウスの声となっていると自覚を示したな。自覚しろ、習近パンダ。そんなインドは2023年の G20 の議長国だ。2023年はインドにとって、世界的な政策立案における、分水嶺の年になるとパンデは締めくくっているぜ。G20 は日本の重要視している枠組みだしね。そこでパンデをつてにインドと仲良くなれればいいわね。パンダ、な。パンデ、ね。視聴者の皆さん、インドと日本の関係についてどう思いますか？コメント欄で教えてね。さて、そんな G20 20カ国地域首脳会議に参加するため、議長国インドの首都デリーを訪れた外国要人やメディア関係者が目にしたのは、ビルの壁面やバス停、公共掲示板などを埋め尽くす G20 のポスターと、モディ首相が微笑む無数の大型看板だったんだ。え？何それ？なんかの映画のワンシーン？いや、これはインドによるインドのための G20 と形容する人がいたぐらいの、インドの熱烈な G20 開催の時の光景だぜ。ほう、インドは G20 に力を入れているのね。だな。インドにとってはグローバルサウス、つまり新興国途上国のリーダーとしての役割を国際社会にアピールする壮大な政治外交渉だったようだぜ。で、成功したの？ああ、どうやら激論避け会議の成功を優先したのが良かったようだ。9月9から10日にデリーで開催された G20 首脳会議では、ロシアのウクライナ侵攻や途上国の債務危機、環境、食料、エネルギーなど、国際社会が抱える様々な課題に先進国と新興国がどう取り組み、いかなる解決方法を示すかが、注目された C 国国家主席とプーチンロシア大統領という2大巨頭を欠いた G20 は、会期初日に首脳宣言を出すという異例の展開となったが、ウクライナ侵攻を止める気配のないロシアや、周辺の係争地域をすべて自国領とした地図を発行するなど領土への非妥協的姿勢をあらわにした C 国と、インドや日本を含む国々がどう折り合いをつけるかが、会議運営の肝だったな。C 国と恐ろしやに核を打ち込めば解決よ。やめろ。まあ一方的な非難で彼らがへそを曲げれば、宣言は愚か会議自体が決裂し失敗に終わる恐れもあったわけだ。実際、2月、3月の財務省中銀総裁会議や外相会議では、中ロの反発などから共同声明すら出せないという危機的状況に陥っていたしな。だが、蓋を開けてみれば、首脳宣言はロシア・ウクライナ問題を侵攻ではなく、より中立的かつ責任が曖昧な戦争という言葉で総括、武力行使や威嚇に反対を示しつつも、ロシアへの非難という点では昨年のインドネシア・バリ島での、首脳会議よりも一歩後退したと言わざるを得なかったんだぜ。ほう？インドはやっぱり商売人か。そもそも欧米諸国はロシアへの処罰感情が強く、非難の文言では譲れないとの観測もあったが、結果としてインドのメンツを考慮し、サミットの成功に協力したという形になった。インドとしてはウクライナ問題のせいで首脳会議そのものを潰すわけにはいかなかったわけで、根回しに駆け回ったインド外交官の苦労が忍ばれるぜ。そういう汚いところ、私嫌いだわ。さらに首脳宣言では G20 は経済フォーラムであって、地政学的問題や安全保障を話し合う場ではないと今更のように開き直る文言も盛り込まれたな。ええ？紛争には首を突っ込みませんという意思表明なんでしょうけど、少々無責任よね？それでも、世界が直面する様々な課題について先進国と、新興国途上国の代表が一堂に会して解決策を模索し、何とかしなければいけないというメッセージを打ち出したことには意義があるぜ。なんか何も始まってない感あるけども、だな。注目すべきは55カ国地域で作るアフリカ連合 AU の G20 加盟が承認されたことで、これにより深刻な債務を抱える国が多く、ガバナンスにも難があるアフリカ諸国に対し、加盟各国がコミットを強化していくという効果が期待できるぜ。やるじゃん、インド。まあ、うがった見方をすれば、アフリカ市場開拓において単独ではスピードや資金面で C 国には太刀打ちできないインドが、他国間でアフリカに関与することで有利にことを運べる、という思惑もありそうだが、ダメじゃん、インド。そして、議長国インドのシェルパ首脳の補佐役を務めたのは、エネルギッシュなキャラクターで知られた、キャリア官僚 OB で、日本とも関係が深いアミターブ・カント氏だな。彼は G20 閉幕後、首脳宣言の83項目全てで全加盟国の、支持を得られた、ただ一つの脚注もないと自画自賛したぜ。こういうところなのよね。私がいまいちインドを信用できないところって、政治の世界に出るよりもカレー屋さんとして頑張った方がいいんじゃない？
別にインドイコールカレー屋さんじゃないだろ。また、世界4番目の月面軟着陸成功を果たし宇宙開発の進展をアピールしたインドは、G20 サミットの議長国を務め上げたことでグローバルサウスの盟主に一歩近づいたな。成長力を秘めた人口14億人超の巨大な市場や、豊富な理科系人材、地政学的重要性を兼ね備え、世界から注目されているインドは今回、外交面においても大きな得点を挙げたのは間違いないぜ。ご祝儀ということはあったにせよ、加盟国首脳はこぞってインドを称賛しているしな。自画自賛もね。そんなインドも D 政権の究極の目標は超大国への仲間入りだ、と言われているな。ほう？だとすれば、そのために必要なのは経済成長や政治の安定はもちろん、国際社会からの信頼と尊敬を勝ち取ることでしょうね。だろうな。G20 首脳会議の開幕前、デリーにあるスラムの周囲は突然緑色の巨大な布で覆われた。え？いきなりどうした？スラムの住民男性は英国の公共放送チャンネル4のカメラに向かって、政府は世界中からやってくる要人たちに、我々のような貧しい人間を見せたくないのだろうと苦笑いしていたな。なるほどね。インドのダメなところは一切見せたくないってわけか。また、米 CNN は G20 開催に伴う美化キャンペーンの一環として、会議場近くのスラムが破壊されたと報じたが、イン政府当局は XQTwitter を通じて、最高裁の命令に基づいて違法建築を撤去したもので、G20 とは関係ないと反論しているな。貧困や不公正、腐敗などがついて回るのがグローバルサウスの現実だけども、途上国のリーダーを辞任するインドとしても、自国の貧困は隠したかったようね。でもさ、マリサ？インドと日本は仲がいいんでしょ？発展途上国と先進国なのに？そうだな。2023年の3月22日水曜日、吉田陸上幕僚長は、パンデインド陸軍参謀長と2回目となるハイレベル懇談をオンラインで実施している。本懇談においては、先般日本で行われた日印共同訓練ダルマガーディアン22及び、昨日に陸上幕僚幹部で行われた日印幕僚協議の成果について認識を共有した上で、今後の日印陸軍士官の防衛協力の方向性などについて、率直に意見交換を行い、陸軍士トップ間の信頼関係をさらに強固にするとともに、今後より、戦略的かつ発展的な陸軍士官の協力を進めていくことで一致しているぜ。おう、軍事的なつながりもちゃんとあるわけか。また、2022年9月27日に行われた安倍晋三元首相の国葬でもインドは存在感を示したな。え？安倍さんの国葬でも？日本がアジア唯一のメンバーで、安倍元首相が実に9回も出席している G7 先進国の6カ国からは、誰もトップが来なかったんだ。カナダのジャスティン・トルドー首相だけは出席を、公言していたが、結局、ハリケーン被害を口実に欠席しているな。近隣のアジアに目を転じると、隣の渓谷は、ハンドクス首相が参列。本来ならユン・ソンニョル大統領が自ら来たかったのだろうが、渓谷国内には、反日派も多いだけに、これは致し方のないところだな。うん。別に来なくてもいいくらいだけども、ゲフンゲフン。台湾も、本来は蔡英文総統自らが、来日したがっていたようだが、C 国の圧力があって叶わなかったな。その台湾からは、王金平元立法院長が来日。王氏は昨週、日本政府から旭日大綬章を受章されるなど、日台関係の発展に貢献した台湾政界の大物として知られる人物だな。そして、岸田文雄首相は27日午前、インドのモディ首相と東京元赤坂の迎賓館で会談。モディ氏は岸田首相が外相として支えた安倍政権の時代に、インドと日本の関係が新しい次元に入ったと強調したぜ。新しい次元、インドと日本はずっとも意味深。その上で安倍さんにインド人は非常に温かい印象を持っている。安倍さんのことを心の中では忘れられないという気持ちだと述べたぜ。文雄に対する温かい印象がないようだけどね。余計なお世話だわら。首相はモディ氏に対し、同日午後に営まれる安倍氏の国葬国葬儀参列や、安倍氏の死去に際しインドが国を挙げて弔意を示したことに謝意を伝えたぜ。その上でモディ首相は安倍元首相と共に、日印関係の新たな地平を切り開かれたと言及した。また、外交的な業績をさらに発展させ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、協力していく意向を示しているぜ。うん。インドには日本から遺憾法を授与するわ。そんな使えない兵器あげちゃダメだろ。さて、話は変わるが2022年5月に行われた、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国によるクアッド首脳会合で鍵を握ったのもインドだったな。インド人気だな。隣国の C 国と長年にわたって緊張状態にあり、対立しているインドは、
ウクライナ情勢をめぐって伝統的にロシアと友好関係を築いてきたんだぜ。また、インドは国連の安全保障理事会や国連総会の緊急特別会合でロシア軍の即時撤退を求める決議案の採決や、国連人権理事会でロシアの理事国としての資格を停止する決議案の採決など、これまで国連の場で合わせて11回棄権しているんだ。ロシアとズブズブじゃないか。ウクライナへの軍事侵攻を直接的には非難しておらず、ロシアに経済制裁を科す G7 主要7カ国や、ウクライナへの軍事支援を強化する NATO 北大西洋条約機構の加盟国とは一線を画しているわけだな。この背景には、ロシアがインドにとって最大の兵器の供給元になってきたことや、国連安保理でロシアがインドの立場を支持して拒否権を行使するなど、政治的にも深いつながりがあるためだと見られている。やっぱりインドは信用できない。はっきりわかんだね。落ち着け霊夢。兵器をめぐって、ロシアは機密性が極めて高い原子力潜水艦の貸与や、巡航ミサイルの共同開発などにも積極的に応じているほか、2018年にはアメリカがトルコに制裁を科すきっかけとなった、最新鋭の地対空ミサイルシステム S-400 を売却することで、合意するなど、インドの防衛面でも欠かせない存在となっているんだ。そして2021年12月には、ロシアのプーチン大統領とインドのモディ首相が会談し、軍事や科学技術など幅広い分野で両国の関係を強化することで一致し、アメリカが懸念を示しているロシア製の、地対空ミサイルシステムのインドへの移送が始まったことも明らかにされたぜ。ウクライナへの侵攻が始まった後も、4月には、ロシアのラブロフ外相がインドを訪問し、欧米と一線を画すインドを偏っていないと評価している。やっぱりダメだこいつ。エネルギーの面では、ロシアからの原油の輸入量は全体の1から 2% に過ぎないが、インドは今後も購入を続ける意向を示していて、制裁の抜け穴になるのではないかといった指摘も出ているぜ。うん。私インドとは手を切るわ。だが、クアッド4カ国の中で唯一、C 国と地続きで接しているインドは、周辺地域で C 国が影響力を拡大させていることなどから C 国に対抗するという点で他の3カ国と同じだ。モディ首相もクアッドは世界において重要な位置と、5月24日に東京で開かれたクアッド首脳会合で発言し、クアッドの枠組みの重要性を強調しているぜ。つまり、ロシアとも仲良くやりたいけど、隣国の C 国とは手を切りたい。だからクアッドの力でインドから C 国を遠ざけてくれってことでしょ？知らんが、霊夢がそう言うならそうなんだろう。いや他人事。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。